都市、駅前看板岐阜愛知新首都構想とは、東海地方の岐阜、愛知地域に首都機能の一部を移転し、副首都機能を持つ新しい都市を形成していく構想のこと。国土交通省が主導する首都機能移転の首都機能移転候補都市であり、岐阜県、愛知県により検討されている。愛知県中京独立戦略本部が推進する中京都構想が、 愛知県を廃止して、中京都を設置し、名古屋市と一体化することであるのに対し、岐阜愛知新首都構想は、岐阜県、愛知県の各都市が相互に都市機能を提供し、サービスを連携して、首都機能を分担するという都市構想である点が異なる。岐阜島の地域、西見川北部地域と東海圏の中核都市である名古屋市を含む地域を想定して検討されてきたが、 同州制や中京都構想に絡み、現在は新首都として、中京圏、中部圏の都市群における広域連合を形成する意味に発展している。なお、岐阜愛知新首都推進協議会の新しい日本の首都構想では、首都機能の移転先となる新都市を新首都と表現しているが、先頭を意味するものではない。岐阜、愛知地域が首都機能移転候補都市に選定された後、 国会における首都機能移転に関する議論が停滞し、東京から東農へのスローガンにより推進されていた誘致活動が中断している。大阪を主軸とした福祉都構想、大阪都構想を経て、首都機能のみならず国際競争力、産業競争力、災害対応力等の地方創生に関する政策を重視する方向に変化している。富山県、石川県、福井県、 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県の区域を一体とした広域を中部県と定義し、現在も継続して開発整備が推進されている。東京一極集中に伴う弊害の是正に向けて、東京、名古屋、大阪の三極で首都機能を分散する三極体制への移行が進んでおり、中京圏は東西を結ぶ重要な拠点として、 捉えられている。ありがとうございます。